花啓寺は、大垣市、曽根町にある臨済宗明神寺派の寺院。三号は宗ん、草さ山。寺伝では天正四年の宗賢と伝わる。曽根城主、稲葉一鉄の母の菩提寺として、その十七回帰の折に宗賢。次号は、母親の戒名、花啓寺殿、領、打つ宗訓大前上にによる。宗賢解散は、南下、元凶である。その後、 南か、元凶が去ると、一時衰退、無重寺員となる。漢文が7年7月、曽根村の稲津や、長谷川や、及び村民により、草案が建てられ、勢い主古川村の流通寺より、豪富家主座を従事として迎え、同8年9月、明神寺の末寺となる。さらに、17世紀後半には、稲津家の三代目当主、主政により、 改めて仏官王将を中高解散として招き、花刑事は再考された。ちなみに、稲那月は、幕末の勤労の死死で、日本の理白と言われた、監視人、柳川願聖岩の成果でもある。享法19年10月、後世、一戦王将の時代に伊比川や、支流の平野川の氾濫の被害を避けるため、慶長6年に廃城となっていた曽根城の、本丸跡へ移築。 七世の太と随和賞は、柳川聖岩の王子にあたり、聖岩が幼少の頃より花刑事で学問を教えた。昭和62年、稲葉一鉄の400年延期の折、一鉄と一鉄の母親の墓を開眼。現在、境内には、柳川聖岩記念館や、自封に、曽根花刑事の服水などがある。花刑事の立つ曽根城跡は、大垣市の史跡に指定されている。 その他、稲葉一徹愛用の農面や柳川西岸関連の数点が大垣市の重要文化財に指定されている。岐阜県大垣市、曽根町一丁目772番地1。ありがとうございます。